はい、こんにちは。シャープ19から1ヶ月ほど経っているのですが、少し補足というか追加しておいた方がいい点がいくつかあるので、今回はデフォルトの設定だとテクスチャーの色味が変わってしまう点の修正に関して動画にしていこうと思います。この件に関しては1ヶ月前にリアリダットさんの指摘でやり取りをした内容になります。リアリダットさんの YouTube や Twitter で検証などをしているので、今回の動画の説明欄のリンクからそちらもご確認ください。また今回動画制作にあたって、結城龍馬さん、ルイーさんのツイートやラムネさんのツイート、うなうなぎさんの記事、ハルベイさんの記事、店長さんの記事、江戸さんの記事、あとフォーラムのスレッドですね、を参考にさせていただいているので、情報公開共有をしてくださっている皆さんに感謝申し上げます。で、結論からいくと、テクスチャーの色味をそのまま出したい完全レトロ路線で行く場合は、小フラグトーンマッパー0がいいのかなという形で、ブルームのようなポストエフェクトはちょっと使いたいという場合は R トーンマッパーフィルム0かなという形で、トーンマッパーをいじらずにマテリアルだけで設定する方法も VRM4U のマテリアルで取り入れられているようなのですが、ちょっとまだ理解できてないので説明がしにくいので、マテリアルの設定だけで何とかしたい場合は動画下のリンクから参照してみてください。ポストエフェクトをバリバリ使うような場合はデフォルトから少しサイドの調整とかでもいいのかなと、オクトパストラベラーを見ながら思ったりもしました。混同しやすい要素としてというか、自分が混同してしまった要素が3つあって、1つがビューモードアンリット、もう1つが小フラグトーンマッパー0、で、3つ目が R. トーンマッパーフィルム0。この3つのコマンドがそれぞれデフォルトのスプライトマテリアルを設定してあれば、テクスチャーの色をそのまま表示できるコマンドなのですが、それぞれに問題点があることをリアリダットさんに指摘されるまで知りませんでした。正確には指摘されても自分で検証するまでは理解できていませんでした。まず、ビューモードアンリット。ビューポート上でヒライティングと同じ表示にするコマンドですが、ここですね。これと同じ表示にする表示ですが、ゲームプレイ中にアットマークを押すと、左下、ビューポート上の左下にコマンドを打てるラインが出てくるので、一時的に使用する分にはそこにビューモードアンリットと打つと、画面がヒライティング状態になるので、毎回ここにコマンドを打つのが面倒なので、ゲームモードにコンソールでエクスキュートコンソールボタンを出して、ビューモードアンリットと打つことで、アットマークを打ってビューモードと毎回打つ必要がなくなるかなっていう感じなんですが、これの問題点はパッケージング化した際に反映されないという点が大きな問題で、パッケージングしないと気づかないのが厄介だなと思います。この辺 Twitter で断片的に情報を見ていたんですが、実際自分で体験しないと理解できないのはちょっと能力値的には仕方がないのかなって感じです。これをリアリダットさんに指摘されて、ってなったのが話の最初です。次に小フラグトーンマッパー0、こちらはパッケージング後に反映されるので問題ないように見えるのですが、少し問題があって、ブルームや被写界深度のような少し個体作りをしようと思うと、その辺のフィルターを全部非表示ということになっていて、レトロ感が売りだったりドット感を最大限に活かすような場合はこれでもいいのかなと思うのですが、要所要所で光らせたいと思う場合や綺麗なボケを使いたいななんていう場合は使いにくい設定になっているようです。ブルームなんかを使わずにテクスチャーの色をそのまま出したい場合はこのコマンドがベストな選択肢になります。で、3つ目に R トーンマッパーフィルム0。このコマンドは 4.15 で導入されたフィルミックトーンマッパーを 4.14 以前の状態に戻すコマンドで、デフォルトに比べるとフィルターによるテクスチャーの色目の変化が少ない状態になります。4.15 で導入されたフィルミックトーンマッパーはリアル系の表現には適しているのですが、トゥーンやドット絵との相性はあまり良くない場面が多く、そこを元に戻す設定が R トーンマッパーフィルム0になっています。単純な色味の変化の他にブルームの色の乗り方の変化が大きく、参考画像のような変更がされています。どちらがいいかはどういう絵作りをしたいかによりますが、使う場合はこの辺の違いも知っておく必要があるかなと思います。で、少しブルームとかを使いたいなと思う場合は、このアールトンマッパーフィルム0をおすすめしたいのですが、できるだけ色の変化が少ない状態にする方法を載せておこうと思います。で、今まで作ってきたシーンを開いて、ゲームモードのビギンプレイ、ゲームモードの、ビギンプレイのところに、コンソールコマンド、ソールコマンドの台に r.tomapperfilm0、直接打つより多分どっかしらから、コピーして持ってきた方がいいと思うんですけど、r.tomapperfilm0 をとりあえず入れておきます。で、これも、なんていうんですかね。一応デフォルトに比べればこれだけでも、おおよそ近い色味にはなるんですけど、これよりさらに近い色にしたいっていう場合、少し設定が必要になります。で、このチュートリアルで作ったテンプレートの 2D サイドスクローラーのテンプレートの中に入っている、このグローバルポストプロセッシングセッティングっていうのがあるんですけど、これですね。これを中身見てみると結構あちこちに数値が入ってたりするので、ちょっとこのまま使うのは、把握するのがめんどくさいので、一旦これを捨てて、新しいポストエフェクトを、このビジュアルエフェクトってなってる欄の一番上のポストプロセスボリュームっていうのを画面に持ってきて、追加します。で、この追加したポストプロセスボリュームを、調整していくんですが、まず一箇所チェックを入れたいのが、このインフィニットエクステントアンバウンドってとこのチェックを入れることで、シーン全体に、影響を与えられるっていう形で、ここのバウンディボックスというか、この四角のサイズの中以外も影響を与えるために、一旦ここにチェックを入れておきます。で、このポストプロセスが今、あってもなくても、画面上というか、プレイ画面では、一緒なんですけど、とりあえず、このデフォルトの状態を、デフォルトの画面の状態を修正するために、一旦デフォルトの、ポストプロセスを、画面上に置いたっていう感じです。何が色味に影響を与えているかというと、まず昔の言い方だと、蹴られっていう言い方ですかね。この影、画面端が少し暗くなるっていうフィルターで、英語だと、ビネットっていう呼び方になるんですかね。画面の端が暗くなるっていうフィルターが入ってるっていうのが、現状、色味が少し変わる部分の影響の一つかなっていうところで、それを解消する要素として、このポストプロセスボリュームを選択した状態で、詳細欄の、ちょっと、このイメージエフェクトってとこなんですけど、見つけにくいと思うので、BIG と打つとビネットの、BIG、NETTE っていうビネットって読むんだと思うんですけど、 VIG と打つことで出てくるイメージエフェクトのビネット効果強度っていうところを 0.4 から0にすることで、この画面の端がちょっと暗くなるっていうフィルターが0になります。次にこのレンズのポストプロセスボリュームの上の方のレンズの設定で、このブルームの式位置に、マイナス1。マイナス1が入ってるんですけど、この値を、なんていうんですかね。マイナス1の状態だと、100% の真っ白よりちょっと暗めでもグロー効果が発生する状態で、0だと 100% の真っ白の状態でちょっとグロー効果がかかるくらいな形で、なんかとりあえず一旦そのグロー効果というかちょっと白んで見えるような状態を解消するために一旦1式位置を1にしておくことで、ちょっと画面がなんですかね、白の周りが少しぼやっと白くなってた部分を解消するのは、そこのブルームの式位置の値を変えることで、ちょっともやっとした感じが嫌な場合はそこを切る 1とか10とかにしとくと、10までしちゃうとブルーム効果は全く使わないみたいな勢いになってくると思うんですけど、そこの値を調整できるかなと思います。基本的にはこのビネットとブルームの2つの影響が大きいんですが、もう少し追い込む設定として、フィルムのここですかね、フィルムのコントラスト、ここが 0.03 が入っていて、ほとんど気にはならないと思うんですけど、これを0にしておいた方が少し色味が近づくかなっていう形で、ここのコントラストも0にしておくっていう部分ですかね。で、もう一つが、コントラストの上の方にあるカラーグレーディングの、シャドウのコントラストの値を 0.9 とかにしとくと、より近づくかなっていう形だったんですが、ここの辺まで追い込むんだとしたら、もうなんか小フラグとマッパーは0をそのまま使った方が確実だろうなっていう感じなので、もし気になる人がいたら、この辺、シャドウズのカラーグレーディングのシャドウズのコントラストをちょっと下げると、ちょっとだけ近づく色、元の色に近づくかなっていう形です。ただ厳密に言うとちょっと違うっていう感じなんですよね。なので、とりあえずその、色味の、そのビネットの消し方だったり、ブルームの、その、基本設定ではブルームが出ないようにするであったりとか、その、コントラストの調整みたいな話もしたんですけど、この R トーンマッパーフィルム0を使うんだとしたら、この辺は気になるんだとしたら、調整してもいいかもしれないですけど、そんなに、気にせず使う場合は R トーンマッパー0で、厳密に色を合わせたいんだとしたら小フラグとマッパー0の方がいいかなという感じです。以上の3つが自分が混同してしまって頭がこんがらがった要素になります。で、2018年頃のフォーラムの中に小フラグトーンマッパー0がパッケージング後に機能しないという書き込みもあったので、今後のバージョン次第では、ビューモダンリットがパッケージング後に機能するようになるかもしれないなっていう部分も、そういう可能性があるというのも一応頭に入れとくべきかなと思います。Unreal Engine 4の .a 系列の作例で見ると、実際の設定は知らないですが、オクトパストラベラーは見た目的にデフォルト設定を基本としてやっているような気がします。幻想水野菜も基本設定はデフォルトのベースからの調整をしているのかなと、ブルームの色の乗り具合からはそんな気がします。この辺を見てみても、少し攻めた映像表現をしたい場合はデフォルトのままという選択肢もあるのかなという点も踏まえた上で、自分の作品にはどの表現がいいか検討してみるといいのかなと思います。ドット絵とは別ですが、トゥーン表現をしたい場合にもこの色味調整が問題になると思うのですが、手軽に使う場合は R トーンマッパーフィルム0でもいいのかなと思うのですが、ハルベイさんという方が VRM4U というデータ変換のプラグインの要素としてマテリアル設定だけでいい感じの色味にしてくれるものを組んでくれているので、まあ、これから VTuber を UE4 でやるみたいな場合はこちらを参考にしていくのがいいのかなと思います。ちなみに R トーンマッパーフィルム0を使うと決めた場合ですが、この、これか。ここの、プロジェクトがあるフォルダーの、まあ、コンフィグに入っているデフォルトエンジン .ini をダブルクリックすると、まあ、今回はまあメモ帳が開きましたが、なんかまあ使い慣れたテキストエディターがあったらそっちが多分立ち上がると思うんですけど、これを開いて、まあ、ずらずらと数字、文字が並んでるんで怖い感じもするんですけど、この、なんですか、このエンジンレンダーセッティング、レンダラーセッティングでいいんだよね、多分ね。このエンジンレンダラーセッティングの、まあ、下に、まあ、多分下、こっちの一番下の方に入れてもいいんですけど、とりあえずこのレンダーセッティングのとこに r.tonemapperfilm イコール0としておくことで、上書き保存。まあ、こうしておくことで、コンソールコマンドを、なんていうんだ、ゲームモードに毎回、差し込んでおく必要がなくなるっていう状態になります。あとはこのチュートリアルで作ったプロジェクトでは、まあ、最初にこのスケーラブルな 3D2D にしたので、まあ、あんまり関係がなかったりするんですけど、もしハイエンドで、設定して作っていたり他人のプロジェクトを開いた場合なので、まあ、気をつけた方がいい点があるので少し、書いておこうかな、動画にしようかなと思います。今作ってるプロジェクトではほとんど色の変化はないんですけど、このR とマッパークオリティ0にした方がいいという意見があったり、まあ、これどうなんですかね、まあ、色の階調、まあ、ここ0を1にすることでなんかまあ色の階調が豊かになるのかなっていう感じなんですけど、まあ、そこを0にしとくとなんだろうな、画質、まあ、色の階調が少なくなるという、まあ、8ビット階調になるのかな、256階調になるんじゃないかなと思います。ちょっといまいちはっきり分かってないですけどね。で、この R とマッパーガンマ0っていうのが、まあ、ガンマ値を0にするっていうことだと思うんですけど、まあ、別にこれを入れたからといって何か色の変化があったわけじゃないんですけど、まあ、人のシーンを開くと何かしらガンマ値が入ってたりすることを、まあ、これでキャンセルすることになるのかなっていう感じですかね。まあ、あとは、プロジェクト設定の、レンダリングの設定で、どれだっけ、アンチエリアス指標が、多分ハイエンドにしてるとこのテンポラル AA っていうアンチエリアス設定になってると思うので、まあ、ここをノンにしておくことで、まあ、なんかエッジが丸々みたいなことが防げるかなと思います。まあ、その辺の設定の話をリアリダットさんやフォーラムのコメントなどであったのでお気をつけください。最後に改めて一覧にすると、完全にテクスチャーの色をそのまま出したい場合は小フラグトーンマッパー0、ブルームみたいなポストエフェクトをちょっと使いたいような場合は R トーンマッパーフィルム0、マテリアルだけで何とかしたい場合は VRM4U のプラグインを参照してみるのがいいのかなと思います。アンリアルエンジン4らしいポストエフェクトをバリバリ使うような場合はデフォルトなのかなというのが自分の検証結果でした。ということで今回は以上です。次回はスプライトのピクセルパワーユニットに関して少し触れてみようかなと思います。投稿タイミングは未定です。ではまた次回の動画もよろしくお願いします。